カレンダーの中でも最も早いレースの一つにようこそ。 F1 ワールドツアーの中では新しいレースの一つですが、ファンの間ではすでに人気が高まっています。それがジェッダサウジアラビアグランプリです。ではジェッダストリートサーキットのコース図を見てみましょう。ご覧の通り、ドライバーにとってはチャレンジングなコーナーが多く、今週末のプラクティスで各チームがどのような対策を練ってきたのかが気になるところです。そして多くのストリートサーキットと同様に、ドライバーのミスが即アクシデントにつながります。セーフティーカーの投入がないことを願いましょう。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。マーク・ウェバーがポールポジションにつきました。フロントローのもう一台はロサ。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。ラッセル、フェルナンド・アロンソ、サインツ、オスカー・ピアストリ、フェルスタッペン、ハミルトン、ストロール、ルクレール、オコン、ペレス、マグヌッセン、ガスリー、アルボン、ノリス、ボッタス、テオプルシェール、チョー、サージェント、スノダ、ニック・デフリース。準備はほぼ整ったようなので、コースに目を向けてみましょう。もちろんアンソニー・デビッドソンも一緒です。さてフェラーリをどう見ますか。今年はエアロダイナミクスのレギュレーションにいくつもの変更がありましたが、うまく対処できているとは言い難いようです。今回はチームの雰囲気が少し暗いですね。新規制に苦労させられているんでしょう。とはいえマシン開発はまだまだこれからです。今は低迷していても進歩の余地は十分にありますよ。フォーメーションラップが行われ、ドライバーたちはスタートシグナルが消えるとともに始まるバトルに備えてマシンの調子を整えています。レース開始までもう間もなく、マシンがグリッドにつき、ドライバーとチームが最終準備に入っています。
ラップでは DRS が使用可能だ。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使用できる。ピットインだ。ミディアムに変えるぞ。最速ピットストップを目指して作業をこなそうとピットクルーがレーンで待ち構えているようです。スピードを上げろ。タイヤを温めるんだ。
ークはピットに入った。マークはピットにいる。前のマシンとの差は 1.5 秒。後続との差は 6.8 秒。前のマシンを追い上げてる。タイヤには注意しろよ。もうピットストップはないぞ。チームの懸命な努力、そして圧倒的なドライビングによってここサウジアラビアグランプリで見事な勝利を収めました。伺います。今日の勝利を決定づけた勝因は何だったのでしょうか。冷静さが大きな要因だったと思いますね。他のチームが浮き足立つ状況でも落ち着いていたからこそマシンの性能をフルに発揮させ完璧な戦略でトラブルを回避できたわけです。さあドライバーズランキングはどう変わったでしょうか。チャンピオンシップのリーダーは全力を尽くしましたが、そのリードは今日の結果で少し失われました。さてドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか。フェルナンド・アロンソですね。どんなコースだろうと、どのチームに所属していようと、その素晴らしい走りは変わらないでしょう。今日と同じようなパフォーマンスを今後も見せ続けてくれるはずです。次はコンストラクターズランキングです。オーナー、ドライバーのチームがテーブルの一番上に移動します。一方この週末はレッドブルが大健闘、ランキングを大きく上げてきました。今日のようなレースが展開されるなら今後誰がトップに躍り出ても不思議ではありません。次回のフォーミュラー1のレースもぜひお見逃しなく。